がとうございます。お仕事して今日は北九州の北九州市市役所の方に行って市長に北九州市長にお会いしてきまして、 NHK さんとかも多分撮影に来てくださってたので、なんかちょっと流れてたみたいなんですけど、 NHK プラスで見れるのかな。そう、まあちょっと映ってたみたいなんですが、そう、小倉の方に行ってきて、お仕事でで帰ってきて急いでペーペードームに駆けつけました。私が行った時にもう2点入ってたんですけど、西武の方にプレイボールからは見れなかったんですけど、でもまあ割と早く、めっちゃ急いで帰ったので、頑張って急いで行って楽しんで帰ってきましたね。ちょっと負けちゃったけど、でも楽しかったです。お仕事終わりのね、観戦ニュースブリッジ北九州見たよって、ありがとう。観戦ね、お仕事あるからいいですね。そう、すごいよ、楽しかったよ。応援歌、選手のね応援歌それぞれ違うから、めっちゃねなんかなんて言うんだろうな、実際にドームで観戦しに行った方がすごい覚えやすいっていうか、なんか体に染み込んでくる染みついてくる感じで、なんか口ずさめるようになってきて、そう、現地に行った方がなんかね、私はすごいいろいろ覚えられる。3回に1回は負けるのでしょうがないですね。でも今さ、ゲーム12ゲーム差くらいあったんですね。12とか11とかそこら辺あったよね、あるよね多分。もうでも本当に首位独走中なんで、大丈夫かなと思って。なんかさ、本当に選手の皆さんってさ、なんかに日本中さ移動してるじゃないですかすごいですよね、完全に独走してます。さえちゃん、それ一回答えたって。え、さえちゃん違うんです。なんか1ヶ月くらい前、いつだろう、1ヶ月以上前から券取ってたんですね。でさえちゃんにまた行こうって言って、いいよって言ってめっちゃ前から取ってたのに、明日っていうか楽しいんだねみたいな感じで、近づい2日前くらいに何時にどうやって行くみたいな感じで言ってたら、なんか行けないみたいな言われて、そう、でももう券取っちゃってたし、みたいな、でなんか予定に入れ忘れてたわみたいな感じで言われて、ちょっと美容室入れてたわみたいな
入れちゃってたわみたいに言われて、撮ってたのにってなって、もういじけたんですけど、まあ変えてくれました変えてくれましたっていうか、私の方が先だったんで、そう、私の方がもうめっちゃ1ヶ月ぐらい前くらいに言ってたんですけど、まあ、予定を入れ忘れちゃってたみたいで、そう、そう、あの野球の予定を入れ忘れちゃってたみたいなので、そう、忘れかけられてたんですけど、そう、まあでもね、さえちゃんはあんまりそんな野球はそこまで好きじゃないと思うんですけどあの同伴してくれます、いつも私がそう行こうって言うとね、同伴してくれますね。そんなに野球は多分私ほどそんな興味はないだろうけど、そう、一緒に行ってくれますね。コバコバありがとう。竹内くんすごい、すごい、めっちゃすごいじゃん。そう、さえちゃん髪色変わったでしょ、ブリーチしたんだって、一回ブリーチしたんだって。そう、ブリーチしましたんだってさ。明るいよ色、さえちゃんの髪色が。地元の野球見に行くタイミング毎回同じ。あ、そうなんだ、すごい。今日は一塁側とかだったかな、一塁側の、そう、でも基本私全然どこでもいい、でもコカ・コーラシートで一度は見てみたいです一度は見てみたいですけど、けどまあ基本どこでも見れたらいいやって感じですね。割となんかそのかドームの雰囲気味わいたいっていう。マイグローブ持ってない、持ってないです。まあ高いんですよね、本当にコカ・コーラシートめっちゃ高いので、そう簡単にはいけないかなって思った誰かから券をもらったとかじゃないといけなさそう。ちょっとお高いよ、だってしかも結構人気のシートだから、なんか多分すぐ売れちゃったりするし、めっちゃ買うのが大変そうだなっていう。高いし人気だしね、あ、予約ですよね。うわ、無理じゃない。ねえ、本当にマジでそう。近くの席に一回ちょっと座ってみたいなって。お値段近くで見るのが、あ、ね、安いですよね。いいよね。いいお値段。しますね、本当にそう。ちょっと私はあんまり高い席にまだなかなか手を出せてないですね、うん、私でも外野も全然多い、外野で行くことも。前回とか
前回とか前々回のはなんかもう三塁側とかだったし、結構上の方とかだった。そう、あのね、基本あんまりこだわってはないかも、そこまで。うん、見れたらいいみたいな感じではあるけど、あのでも僕もなんか企業のプレゼント、いいな、すごい。私はなんかいつもユニフォーム着てる一人で行く時も着てたし、基本ホームランボール、取れないですよ難しいですね、確率的にも。いや、むずいよ。なんかホームランボール取るみたいな企画、テレビの企画とかなんかやってたりするじゃないですか。かなり難しそう。さやちゃんも着ないらしい、ユニフォーム。嘘だね絶対着ないでしょ。嘘だ、本当かね。あいでいつも一人で着てます。さやちゃんと言ってもさや着ないって言うから、なんか全然貸せるんですけど着ないから、一人で着てます何着、何着だろう、何着だろうな。でも全然少ないかも。5着くらいですかね。5着とかかな。球場の雰囲気が好きそうなんで、だと思うけど、まあ相手に誘われなかったら行かないでしょうね、あんまり自ら自分で行きたいとは言わないと思うんですけど、そう、さえちゃん来れなかったの、行きました、今日さえちゃんと。違う、あの美容室入れちゃったってなったけど、結局まあ私が先に1ヶ月前くらいから約束してたんで、そう、あの行けましたよ。確かにね、誘われないといかないだろうし、まあそうですね、私もあんまりあの誰かを誘ってお出かけするとか、誘ってなんかどっかに行くっていうの、まあ、こういう関係が狭いので私なかなか、まあこう見えてあんまり誘えないのでいろんな人に誘えるわけじゃないんで、なんか一緒に行きたいなって思う人じゃないと誘えないですねなので、そう、友達めっちゃ多そうだねって言われるんですけど、意外とめちゃくちゃ狭いっていうか、もう福岡来てからもうさらに狭くなったね。1826、ありがとうございます。26です。まあ、神奈川、地元にいた時はなんか自分から誘わない、あんまりそんなにいろんな人に誘えるタイプではなかったんですけど、マジでね、もう私もうこう固定メンバーというか、もう大体固定されてたかも、遊ぶに行くとかなって、お出かけするとか、なんかもうほんと狭く学って感じで、学校ではもちろんめちゃめちゃ関わるんですけど、いろんなことをお話ししたりとか、けど遊びに行くってなると
だお出かけするってなるとなんか結構なんて言うんだろうな、そこまで関係性が深くないとなんか疲れちゃうじゃないですか。お出かけする、まあ女子特有なのかな、これは男性の方には分かってもらえないかもなんですけど、結構疲れちゃうというか私は。なのでなんかあんまり自分から誰でもこう誘えるタイプじゃなくて、安心安定を求めてしまって、いつもあんまりコミュニティは広がらないです。答え焼きのメンバーとだけ遊ぶのは同じなので分かりました。送ります。職場ではすごく誰とでも喋るけど、でもまあね、ほんと学校とか職場とかってやっぱね、そこはまた違うというか、学校職場は違くてプライベート、そうプライベートとそういう職場っていうのも全然違うものだし、学校とプライベートも全然違うものだったし、なんか集団でいるところっていうのは、組織の中にいるところっていうのはね、うまく生活していかなくちゃいけないけど、プライベートってもう自分で決めれるじゃん、いろいろと過ごし方を。だからそんなになんかあんまり積極的にコミュニティを広げていこうみたいな動きはなんかあんまり小さい頃から得意じゃないですよね。なんだかそう、狭く深くは楽よね。いやなんていうの、広い方になんかコミュニティ広い方はめっちゃ憧れるんですけどね、なんかいいなって思うね、いろんな人と仲良くできるの、仲良くできるとか、いろんな人とお出かけとか行けたりとか、友達多い人が羨ましいんですけど、そう、でもあんまり愛理って人と連絡取るの好きじゃなくて、もちろん私が信頼してるっていうか、自分が信頼してるお友達というか人だったら全然苦じゃないし、連絡取るの好きなんですけど、あんまり基本的にそんな連絡なんか頻繁に取りたくないので、そうなんかね、多分すごいいろいろな仲いい人が多いと絶対連絡いっぱいするだろうなって思ったりして、まあだからもういいのかなって感じ、別に。まあでも本当になんかそれはなんかその憧れる、なんていうの、いいなーって、友達こういう関係広くていいなーみたいな思うんだけども、別にそのなんか自分はでも性格が違うから、人人間それぞれだから、なんか別にそれはそれでいいかなっていう別にそう なりたいとかも別にない、憧れはするけどいいなとなるんだけど、別にそうなりたいとは思わないというか、別にね、別に違くていいかなって感じ。
返信めっちゃ気に使ってる。明日もお仕事です。もうちょっと早いんだよね明日。そうでも本当に私ねちょっとあんまり人とお出かけなかなか、いろんな人とお出かけできなくなっていってるかもしれない。もう大人になるにつれなのかなこれは。なんかちょっとめんどくさいなってなっちゃうね。ダメですね。でも一応ねアクティブに動きたいっていう気持ちではいるんですけど、なかなか誘うっていうのがちょっと私あんまりできないだよね。でも誘われなかったら誘われなかったらもう一人でいた方がめちゃくちゃ好きなので、一人の時間も好きなのよ。でお家でゆっくりアニメ見るとか掃除するでしょ、なんかいろいろやること多いし来てたら。一人の時間もめっちゃ好きなんで、全然あんま誘うっていうのがもうほんと年々減ってきちゃってますね。ちゃん以外とお出かけしてるイメージない。なんか休みの日があってもお出かけしようってあんまなんないんだよね言うて。さえちゃんともお出かけしてるけど、なんかお出かけっていうかその仕事終わりに会ってご飯食べるとか、仕事終わりになんて言うんだろう、ショッピングするとか一緒に、あとはなんかその旅行行ったりとか、そういう形でしかなんか休日を過ごしてないというか、そうあんまりなんか本当にありがたいことだけど、なんか結構やることがいろいろあるから、なんかそう、どっか出かけようっていう気になれない。でも福岡さ行くとこさあんまもう今んとこなんていうの、行きたいとこみたいなあんまないんですけど。福岡の中で映画見に行くとか、映画は見たい、映画見に行きたいで、糸島とかも行きたいけど遠いじゃん。で滝とかも行きたいんです、福岡のどこかの滝でも遠いんだよね、なんか車ないといけないなっていう感じだし、ちょっと遠いんだよね、なんかいろいろと、だ遠いって車がないからかな、行きたいなっていうところがあるはあるんだけど全然行けない。だからもう本当にお出かけする機会がちょっと少ないなって感じです。まだある福岡来てからまあそんなにね、お家にいるのが好きになっちゃって、一人暮らししてね、全然お家にいるのが十分なんですけど、そこまで福岡でお出かけっていうのがあんまりないんだよね。そう野球見に行けるのがもうなんか趣味になって嬉しいって感じだけど、そうなんです。あ、たまちゃん、ありがとう。そうですね。太宰府もね、まあでも行こうってなんないといけないなっていう、なおさらなんか夏だと無理。人多いしな、多分暑いじゃん。太
食べ歩きとかちょっと夏はねありしたくないんですね。そう本当にもう出かけるなって感じだけど、でも夏はもうとにかくねあんまちょっと出かけなくていいかなっていう感じではあります。そうもう暑い暑い、もう今日もすごい暑かった、本当に暑かった。15分ぐらい行きたい。あ、わかる。あ、わかるわかる。わかる。夏祭りが行きたくて、15分だけ行きたいです、私も。同じくです。けど、あの、お祭り少なくないですか？福岡。私の住んでるところが少ないだけなのか、あの、私、地元、実家の近くは、なんか公園がいっぱい、地域にねいっぱいこうあって、本当に何箇所でももういっぱい地域の公園で絶対に夏祭りあって、地域のお祭りちょっとしたね、もう本当に公園の中でのお祭りなんで、本当にでも焼きそばとか綿あめとかかき氷もあるし、やなんだっけ、なんかフランクフルトとか輪投げとかのいろいろあったりして、すごい楽しくて、ちょっとしてね町内のお祭りとかで、盆踊りっていうか、私小さい頃あの町内ね町内会入ってたんですよ。だから太鼓叩いてたんですあんまり言ったことないんですけど、和太鼓叩いてて、しかもそれがもう小学校低学年から6年生ぐらいもずっと毎年夏で、夏だけなんでね。でも夏の期間はそのお祭りの前はなんか稽古期間みたいな、太鼓の稽古期間があって、それを毎年やってたんですね。だから夏だけやったんで、なんかお祭り好きですね、すっごく。太鼓叩いてた。で、小学生の頃も授業でなんかね、出し物というか作品、小学校の作品でなんか本当に何ヶ月間か和太鼓をみんなで習得して、あの発表発表会みたいな感じで、もう親御さんたちに発表するみたいな場があって、本格的な和太鼓の先生とかがもう何ヶ月もさついてくださって、結構ガチでさ、なんか学校の企画としてやってたのね。やってた年があって、小学校5年生ぐらいの時なのかな。もう本当に毎日ねここは和太鼓の学校なのかってぐらい毎日やってたんですね。そういう時期もあった。だからなんか結構太鼓には触れ合ってきた人生ではあって、でもなんかすごいなんて言うんだろう、習い事でやってたわけじゃないんですけど、なんかそういうある一定期間やってたりっていうのは、うん、あってね。だからそのお祭りの時は結構やってましたね。そう、盆踊り大好きお店番とかもやってました。なんかくじ引きの受付とか、くじ引きのお姉さんドリンクの飲み物、ジュースとか売ってる
て見せみたいなのも小学生とか中学生とかでやってました。地域のやつね。そうで地域お祭り女ですね。そう本当に地域の運動会、町内会の運動会とかいろいろあったりしてめっちゃ活発的でね、活発的だったの。なんかすごい参加してたんですよ私。楽しかったな。夏はとにかく私もう本当にお祭りが大好きだったので、そう部活頑張って部活から急いで帰ってきて準備してお祭り行ってみたいな、楽しんでた。小学生ぐらいの頃までは結構楽しんで、あ、まあ、中学までは楽しんで、高校からは一切行かなくなった。なんでかっていうと高校になって地域のお祭り行ったら誰一人友達いなくて、一緒に友達と一緒にいたんだけど本当に知り合いが全然いなすぎて、みんな高校になったらやっぱ行かなくなっちゃうんですよね。地域のお祭りとかもバイトとかし始めてみんな忙しくなって、やっぱ学校遠い子もいるから高校とかは電車とかさ通学して帰ってくるのが遅いんでしょうね。みんなやっぱり来れなくなっちゃったみたいで、すっごくなんか悲しくなった思い出があります。寂しい気持ちになった。やっぱ高校、まあ、まあなんか青春、まあ、中学までなのかなって思った。そういう地元のコミュニティが続くのは高校になるとやっぱもう学区外の子と仲良くなったりするから、本当にね交友関係がガラッと変わっちゃうので、小中は大体一緒だったんだけど、だからもうなんかあんまりね、そう地域のお祭りにもう行かなくなっちゃいました高校から。そうもう寂しかったなって思って。そうなんですよね。でしょうみんな。でもなんかお祭りは大好きだけど福岡はなんか少ないのかなとか思ったり しましたよね。わかるね、楽しかった。盆踊り楽しい、お祭り楽しい、なんか行きたくなりますねお祭りの季節です。でも暑いもん本当、なんか年々暑くなってる。なんか毎年さ、なんかこんな暑かったっけと思うよね。ではそろそろ終わろうかな。もう明日もちょっと朝早くて、明日早いんだよね。また野球見に行きたいな。野球見に行きたいな。夏はどうやって、今年の夏何が、楽しい、楽しみなこと作りたいなって。もちろん仕事でファンの方と楽しい思い出は絶対作れるんだろうなっていう自信はあるんですけど、プライベートをどう過ごすか悩みますねなんか計画立てないとさ一瞬で終わっちゃいそうじゃん。本当に夏とか特に忙しいから、なんか、まあ、みんなもねなんかどこ行くよとか、まあ、現場とかに行くからそれで遠征するみたいな方も多いと思うんですけど、なんか現場以外でどっかお出かけこういうとこ行くよみたいなか、ね、決めたらぜひ教えてください。私も参考にします。
ではランキング見ます。13位ナイアガラさん、12位アリマルちゃん、11位ヒロちゃん、10位コウトキさん、9位イチロシさん、8位カルビさん、7位ズッキーさん、6位ヤクさん、5位クロちゃん、4位タモちゃん、3位タータンさん、2位フォクピグさん、1位コバコバ。おありがとう、ありがとうございました。皆さん今日もありがとうございます。いろいろお話を聞いていただき、6年目に突入だね。今日から6年目に突入で今日もありがとうございました。おやすみなさい、みんなありがとね。バイバイ、またね、明日ね。